その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、落語家がよくほらね、講座やってる時に、はい、この扇子で、はいはいはい、そばすするとかあるでしょ。やりますね、はい。あれ本当にすすってみたいになるでしょ。聞こえますね、こうやってこのあれで扇子で、はい、こうやって。お、すごい。お、このグラス飲み干せば帰ると言えばお前が絡みつくから、拗ねてる肩をそっと引き寄せれば、膝にもたれて耳元ささやく、できるの誰にも言わずに、ときめき心は定めと信じて、ここは松山二番町のお店、渋い男の夜明けのブルース、あの人は来ない、恋は終わりか、これっきりでこのままで落ち葉が舞うように、寂しげなあの女、あそこでほら待っている、忘れなぐさに帰らぬ恋を思い出させる、信濃の旅よ、愛する人よ、美しく愛する人よ、健やかに、二度とない人生だから悔いなく生きたい人筋に、ああふるさとの崩れ川よ、明日に向かって流れゆけ、日本に生まれてよかった、この素晴らしい国へ、四季を感じる喜びと人の優しさを、幸せに思う、この国は私のふるさと、お宝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 、用意とせ天下に届け、北前船。